く。チャラでーす。覚え出したな。覚え出した。あんまりね。そう、あんまりダメなんですね。あんまり絶叫しちゃいけないです。絶叫ダメですね。はい。静かに行こう。静かに。まだあのあれですよ。はい。いろいろとね、はい、気をつけなきゃいけないので、ちょっとこう設備もあんまりまだやってなかったので、はい、ちょっと、はい、今日マスクさせていただいて、はい、申し訳ないんですけど。でソーシャルディスタンスでね、はい、行きたいと思うので、もうちょっと離れます、はい、もうちょっともうちょっと近くないですか。ちょっと近いですよね。僕も、うん、そうそう、近い。もうちょっと離れる。もうちょっと離れる。もっと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 もうちょっともっともっとまだかな。まだあーこのぐらいがいいや。いや僕映ってない。はいはいっていう感じでね、はい、もう相当なあの重装備で行かせていただきます。はい、今日ちょっと何回かね、はい、こんな感じで申し訳ないんですけども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に久々ですね、うん、もうね世の中今大変ですけど ね、 ですね、やっぱりね少しずつ経済も回していかなきゃいけないしということで、はい、そうですね、はい、はい、少しずつ頑張らせていただきたいと、はい、なかなかね外ロケが難しいんですけれども、はい、ちょっとまずは、はい、スタジオで、はい、すごい重装備ですけど、ね、重装備ですけどね、あれがないんでね、盾がないので編集で補おうということで、あ、はいはい、はい、そうそうそう、よろしくお願いします、はい、します。ここからいいですか。はい。トランプが2枚あります。はい。これ予言なんですけど、はい。赤バックと青バックがあります。はい。どっちがいいですか。いや僕結構営業でも赤使うので赤でお願いします。赤バック。はい。じゃあですね、はい、もう一つ聞きます。はい。ティーパックとティーバックどっちがいいですか。もう答え決まってますよね。ティーバックの方で。ね。ほら予言当たり。こっちは。お。ティーパック。読め。一つ今日はねカードマジック。はい、わかりました。やりたいです。カードマジック。カードマジック。あ、本当だ、カードだ。5枚。でかっ。5枚ありますよね。5枚あります。わかります。5枚あります。上から3枚目、下から3枚目がこれ絵札になってるのわかります？あ、クイーンのハートですかね。そうですそうです、はい。上から3枚目、下から3枚目。はい。ね。はい。でこの上から3枚目、下から3枚目ってここですよね。そうです。ここを挟むと。はい。クイーンですよね。はいはいはい。そりゃそうですよね。はい、これね、一旦混ぜるんですか。混ぜるって。それ混ぜったんですか。混ぜってます。混ぜってます。当ててくださいね。はい。じゃあどこだったか。はい。さっきのところでストップ言ってください。はい。ストップ。ここですか。はい。ここだったじゃないですか。はい。でもね、ほら。え、全然違う。ずれてる。え、なんで。え、混ぜた。混ぜた。なんでだ。なんで。もう一回混ぜますよ、はい、いいですか、はい、よっ結構混ぜましたね。結構混ぜましたよ、はい、じゃあクイーンはどこだ。ストップここその真ん中でここはい。わかりました。わかりました。これね、クイーンないんです。え、なくなってる。なんで。え、やばい。クイーンだってほらここだもん。うそだやばっ。やばっ。これ合わせると6枚になっちゃうんで、はい、1枚からしまっちゃいます、はい、でもこうやってよく混ぜますとね、はい、ほらちゃんと戻ってきてます。あ、本当だ、ね、でこれをね、じゃあ今度はね簡単にいきます、はい、もう一回混ぜます、はい、どうするかっていうと絵札、ハートのクイーンじゃないのを当てればもういいことにしましょう。そしたら当たりやすくないですか、うん、そうですね、絵札じゃなくて他の字札ってことですね。そうそう、黒いクラブのやつだったら何でもいいです。わかりました。で、そしたら当たりますでしょ。いきますよ。どれでもいいですからね。ストップ。早っ。これ絶対。これが黒いカード。惜しい。これは惜しくない。じゃ今度はチャラさんにですね、はい、お願いしたいんですけど、はい、なんか最近新作があるみたいで。新作あるんですよ、これが。輪ゴムなんですけど。輪ゴム。ちょっと輪ゴムぜひお願いしたいんですけど。はい、じゃあ行かせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。やばいですねこれ。ありがとうございます、ありがとうございます。いやこれもなんか暇だったんでね。まあみんな暇ですけど。暇だったんでこういうのありかなっていう思いつきで。すごいですよね。はい。なんかちょっと CG に見えるよ。ああ、なんか師匠から先ほども言われて、ね、CG みたいな。これ CG じゃないんですよ。CG じゃないです。ねえ、はい、ブーブーですよ。ブー。
ちょっと太ってますけど。GG ですよ。それは何とも言えないです。はい。もう一つね、お願いしたいんですけど、はい、実はずいぶん前、半年ぐらい前ですかね。あの後前か、はい。去年の10月、はい、ハロウィンでいつでしたっけ？ハロウィンは10月31日ですね。その日に渋谷でロケしたじゃないですか、はい、あの時に高校生の男の子たちがいて、はいはい、チャラさんがメンタルをやるとか言い出しやがって言い出しやがって、はい、いきなりその高校名を当てるっていう。そうです、やりましたね、高校名当てるっていう。それをね、はい、流したんですけど、はい、アップしたんですけど、はい、すごいっていう話で、あのメンタルを教えてっていう話なんで、はい、できます、もう一回。じゃあ、種明かししましょう。あ、実はあの場でね、種明かししたんですよね。はい、しました、しました。それ見ましょうか。あ、そうですね。よろしいですか。はい。じゃあ、一度現象もやりながら、はい、この後すぐ種明かしね、はい。なんでこんな不思議なことができたか。はい。種明かし編でございます。今からメンタリズムします。メンタル急に。はい。高校生ですね。はい、高校生。今から、どこ高校か当てます。これで当てられたらすごくないですか。すごいですよね。多分埼玉県の高校。え、合ってます？本当ですか。本当に？南浦和にあります。え、本当ですか。乗らなくていいですから。本当に？わらび高校ではないですね。わらび高校ではないです。ないです。わかりました。浦和実業高校です。はい、種明かししてください。種明かし。実は僕浦和実業高校の卒業生なんです。ああ、一緒です。一緒です。緑学年でした。そういう種明かしでございます。ありがとうございました。すみません、お時間いただいてありがとうございます。だったんですよ。まあ、僕は知ってましたけど、って思ってる人いっぱいいますよ。そうですね、って。いや、まさかね、出身校だったんです。でもあれこそマジックですよね。そうですね。だって相手は知らないわけだし。そう。そうです。奇跡ですよ、ああいうのが。奇跡起きました。あれこそ奇跡で、いろんな意味で奇跡でしたよね。いろんな条件が揃った上での奇跡でした。すごいですね、ハロウィンの奇跡でしたね。奇跡ですね。あの僕たちびっくりしました。びっくりしました。埼玉でやる分には、うん、出身校でしょ。そうだよね、そうだよね。東京でやったらまさかのっていう。そう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 、その条件がやっぱ揃ってるので良かったですね。そうですよね、はい、例えば埼玉の川口とかでやっててもまあまあまあっていうね。そりゃそうだろうっていう。そうそうそう。あれどこにあるんですか。あれは、南浦で。南浦、南浦です。だから浦和近辺でやっててもね、まあどっちかだろうとかね、裏子かなぐらいの。いや、顔見たら裏子じゃねえよなぐらいの。裏子って頭いいんですよ。頭いいところで、はい、なので、はい、あれ渋谷でたまたまその高校がね、はい、生徒さんがいたっていうのはすごいですね。そうです、もう奇跡でした。奇跡ですよね、はい、またいろいろ奇跡を起こして、早くねコロナ落ち着いてね、ロケができるまでちょっとしばらく無理なんですけど頑張りたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ムカつきますか。